主にバラエティ番組などで活躍する人気タレント、マツコ・デラックス。そんなマツコの発言に対して、ジャニーズの木村拓哉が放った言葉が話題になっているという。タレントのマツコ・デラックス、46、が25日、俳優の木村拓哉、46、がパーソナリティを務める東京 FM、木村拓哉フロー、日曜全11-30に出演。自身の将来についての思いを語る場面があった。今回は絶景などでも泣いてしまい、最近涙もろくなったというリスナーからのメールに対して二人でトークを展開。マツコはこれまでは泣くもんかと意地を張って生きてきた部分もあるとし、やっぱりこの年になって負けちゃうようになってきたとしみじみ。テレビなどを見ていると、すごい泣く、と言い、特に、日常を淡々と追っているだけ、のドキュメンタリーに弱いとし、最後、エンディングがかかると、一人で泣いている。人間が淡々と粛々を生きているのを見ているだけで涙が止まらない、と明かした。一方の木村も、努力とかを重ねた上でのハッピーとか、そういうのは泣いちゃうかも、と告白。最近泣いたのは、ドキュメント、ダンス部とか、みんな頑張っていて、目標を持ってやっているんだけど、全力でやったからこそ流す涙ってある。それは釣られちゃう、と話した。また、私は退くよ、と自身の引退についても語ったマツコ。それに対し、木村は、退くっていう人ほど残るのよ。明石家さんまさんもそうだけど、これは60歳で永年って言ってて、何あれ。60歳を超えて、また一つギアが増えた。そういう風に言っている人は大体退かない、ときっぱり。多分、言ってない奴が退くのよ。じゃなかったら終わっているよ、と諭していた。